ここね、ベールレイク。今日はね、5月の20日、プリスポーンの釣りをして、ね、今回はね、これ5月の20日で、アフタースポーンになるか、そうか、ベッドがね、もしあったら、でかい魚のベッドの釣り、それをやってみたいと思うんですけども、とりあえず、釣り始めるのに、4月に来た時に、プリの魚が上がってきてたエリア、そこからずっとちょっとチェックしながら、アフターになってるのかどうかなっていうのをチェックしていきます。で、そういう釣りをするときにね、一番便利なルアーがスピナーベイト。これで、アフターの、オスのいる場所を探して、そこからものを考えていきたいと思います。とりあえず釣れるかどうかやってみます。シモノはプリスポーニングシーズン真っ只中の4月のベールレイクで、シャローウォーター入り口にある岬周りを狙ってバスを入れ食いさせた。その1ヶ月半後に再びベールレイクで釣りをするにあたって、まず最初にポイントを選び、スポーニングを終えたバスが再びここに戻ってきてはいないかという仮説からパターンチェックを開始した。水が反対に減ったかな、増えたんちゅうて。ねえ、あれが辛い時ぐらいだもんな。よし、ちょっと動こう。プリのね、バス釣ってる時はね、あんまりトレーラーとかはね、つけへん方が、あんまりトレーラーつけたりとかしたらね、かえって浮き上がったりとかするし、アフターのバス狙う時はね、どちらか言うとトレーラーなんかをつけて、もっと浮き上がるようにしてもいいしね、ちょっと抵抗を加えて。フィッシュ、あ、でかでかでか、あ、生だ、キャットフィッシュ、キャットフィッシュキャットフィッシュや。いつも撮影の最後の日に釣れる魚やけ。おー、キャットフィッシュのやつ。ガーン、竿いけるかな。うわっつでー、キャットフィッシュのでかいの。RV のスピナーベイトでキャットフィッシュ。キャットフィッシュ、このキャットフィッシュだけど、ほんまうまそうに見えるな、アメリカの。これはね、フライで注文したらね、13ドルですよ。キャットフィッシュだー。アフターのデカバスを狙ってるはずなのにキャットフィッシュだ。チッチッチッ、念のため。あ、今持ってきた、持ってきよった。たたたたたたた、ちゃんと来いや。ちっちゃいのかな今の。
別にあんなポツンとした物資の中にいたんかな。おおやちゃでも狙ってるやつ、あ狙ってるサイズちゃうやつ、いけるいけ、あ大きいよ狙ってるサイズと違うやつ、よしかい、ほらあ、いい感じ、いい感じ。ほら、もう完全アフターやね。でも綺麗やな。2パウンドハーフぐらいかな。こんなブッシュで出なあかん。よいしょ。よいしょ。とやっておく。よいしょ。よいしょ、ちょっと動こうか。下野が最初にチェックした車両エリアにはバスの姿は少なかった。そこで次に下野は4月に多くのスポーニングバスがワンの台に入っていたエリアに向かい、その入り口付近から中間点のチェックに取り掛かった。おや、真ん中のあのちょっとマシなでかいのかな。これはねスピナーベイトでねガーッといくのと、でちょっと落ちてるアフターの魚がね、こういうエリアのところでやったら、もともとこの奥がスポーニングの場所でしょ。ほんでちょっとでね、食いよんのが簡単に食いよるやつ以外は下にいてますよ。下にテキサスラバージグではありゃがテキサスとスピニングで、どうしよう、あかな、ね、シンカーが動かへんようにして簡易のフロリダリーグみたいなね、それを作って僕ね、ブッシュ、タイブッシュ用のね、これがカツイチの新しいジグヘッド、これはねジグヘッドの釣りをブッシュなんかとかねストラクチャーの中でするように私がわがままで作りました。これはね、普通のオフセットフックみたいにセットしてね、ウィードガードが、ウィードガードになる、ウィードガードになるジグヘッドね、ウィードガードになるジグヘッド。ちょっとこれをスピニングにしたら太めのスピニングで、よいしょ。魚がでかいかもしれん。よいしょ。この2つ。この2つをまず作って、ちょっと、スポーニングエリアのこう湾、こう湾がこうある、こう出口らへんね、出口に向かってのブッシュ、ちょっと沈んでるブッシュの中を狙っていく。ラバージグでやったらもうちょい深いとこで、あの岩場のとことかやったらほらラバージグで引っかかるのは覚悟でいけるけど、ここほらブッシュが多いさかいにラバージグでも同じようにこれでラバージグで、ガードのついてラバージグで行ってもいいけどな。ゲイリーとかで。ゲイリーのコブラヘッドとかでな。それから引っかからへんタイプのラバージグ使うでもいいけど、ちょっとそれやったら重いタイプしかないから。よし、来た。よいしょ。おお、ブッシュの下、ポッ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 、よし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 、ポッポッポッ、よいしょ、2パウンドぐらいかな。
これももう終わったら。ちょっと。4フィートぐらいの。リザードを1個あんな1匹でなくしてしまった。ちゅうことは、この各ワンドの、そこら辺をずっと狙っていったら、釣れるべっていうことね。よしよし。さっきと同じ景色やな。ちょろっと豆さんやけど、豆さんやけど同じ景色ですね。よし、綺麗なみんなな。ああ、ずずずずずっちゃい。持ってかれた。ずずず。行くぞ。黒赤リザードか。アフターの魚には黒赤なんですよ。これはおまけ。だからあそこだけやな。これはおまけ。回り込むための大まけ。はい、本気。よしよし、ほら。よし。おやちゃん。わあ、やりきる。絵に描いたとこにおる、ほら。はい。思ったとこに出てくる酒、楽しいけんど、あとこんだけたら、魚がこんだけ長さが足らんだ、こんだけ。あと倍の長さがいるの。プリッとするけどやっぱりアフター、うん、アフター。ほら、全部ほら。これほら、噴水噴水、ほら。ほらほらほら。ビアゴでも一緒でしょ。お腹を押したらわかる。ほら、ペコンペコン。お水。あの木の下の見てたやつ。いてるいてる、でかいの。一瞬違ったか。今は違いましたか。よしよし。よし。ふやっちゃ。スリーパウンダー。わっしょ。お、外れた。だからあのサイズがここにいてるいうことは大きな外ですよ。大きな外ですよ。今からはね、ちょっと岬の先を、ちょっと岬の先の浅い方やね。浅い方、10フィートあたりをエビタキャロ太郎。ああ、こっちや。ミツバチがうろうろしとる。いやいやいや、ミツバチどっかやけ。ミツバチ嫌いや。
ミツバチどっか行け。よしよし、ほら、やっぱりポーダーポーダー、フィッシュだフィッシュだ。おーい、やっちゃーもう言う通りになるね。ほーら、でかいよー。やっぱりポーダーポーダー、クランクベイトなんですよ。ゴーン、よいしょ、ほら、あ、これ、これはプリやわ。あ、これね、ほら、琵琶湖でも一緒やけど、相手がおらんとほら、卵がお腹の中で腐り始めてるやつ。こいつはもう、メスですよ、メスで。琵琶湖でもだいたい6月までの間にね、こういうタイプの。それから琵琶湖のやつは30センチから35センチぐらい。ほら。今日はやっていくことすべて大当たり。ポイスポッポークランクベイトドン。今日は仕事が早い。よし、来た。よしよし、乗ったやろ。あ、乗った乗った乗った、ほら、あんま言うてる通りの場所ですよ。ちょっとちっちゃいけどな。そんな手応えはない。そんな手応えはないけど言うたとこですわ。ほら。ここで出いひんかったらよそでは出ませんよ。あ、危ないな。危ない、危ないじゃないか。これはもうアウト。お腹はご飯なんかシャッドのうんこばっかし。ああ、来たな。シャッドのうんこ顔にかけられた。シャッドばっかし食うて。10フィート。だいたいその3メーターぐらいのとこで下にいてるやつ。それをヘビキャロでしようって思ったけど、なんか時間かかし、邪魔くさいし。で、手っ取り早くクランク。よいしょ。これはあれですよね。日本でやったらもうディープクランク言ったら、秋にね、琵琶湖やったらおろしもとかね、ああいうとこで使ったりとか。こう秋のルアーや思ったはるけど、これ春ね、アフタースポーンの季節ぐらいからとかね、バスが比較的いてる深さ、今例えばここでやったら3メーターぐらいのとこ、そういう場所にバスがいてんの違うかって思った時に、ヘビキャロしたりとか、普通にテキサスしたりとかもだけど、そのエリアを結構手替えしようっつって行くのにね、その深さをちゃんとトレースしてくれるさかいに、だからクランクベイトも全部あれぞ、その深さ、決まってる深さを律を釣っていくのにはすごいええルアーです。よし、これはフィッシュやろ。フィッシュ、フィッシュ。ああ、今のは止めた時、止めて浮かそう思った時に来た。おお、ええ感じや。クッカクッカクッ。おっ、おし、チッ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 。2パウンダー、2パウンダー。今やってるみたいに、こうクランクベイトでただ引きしてるだけでもええけど、
これ自分が狙う深さまで潜ったなと思ったら一回止めてみたりしてね、止めたらふーっと浮き上がりかけて、その浮き上がりかけた時か、そこが止めた後に次巻き始めた時か、そのどっちかに。空きっかけを与えたげんの。よし。よし。ああ、これはちっちゃい。これは1パウンド発圧かな。よし。あ、ちょっと2パウンド。よいしょ。キョルキョル。ゴンゴン。でかいのが来い、でかいの。今はね、もう釣れんのは分かったから、あんな景色でこんなルアーで出たらええなみたいな、なんかああいう立ち木があったら立ち木のとこでトップで出たらええなみたいな、ちょっと遊んでしまって、やり持ってやっぱり釣りたいなと。フィッシュ、あ、こんな、おお、いける、こんな岬、河口のご一緒、河口のこんなとこで遊んどる、うわ、こいつは先度釣られたか、遊びます。こんな先度釣られてる魚にオタン初めてな、ここで。今のバスやったらなんかトップでも出そうなバスやな。ガレバス君。なんかあんなとこでやったらサミーに出たら加藤君が喜びそうな景色やな。ちっちゃい、ちっちゃいけどサミーに出たぞ一発で。カッ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 、これもサービスフィッシュ、サービスフィッシュ、サービスフィッシュ、カーカーカー、サービスフィッシュ、サービスフィッシュ。あ、ウサギが水飲みに来てる。右手の奥。あ、こっちにはカルガモ親子、ほら。ニシロハジュ。え、何匹おんねん。ニシロハジュ、12。あれ？うい。クランクベイトエリアや言うた途端に、ほーら、でかい。これは。これはでかいですよ。これは記録フィッシュですよ。これは日本やったら白線にしますよ。クランクベイトエリア言うた途端にこの口クランクに来るんですよ。おお。バシャーンって声が引っ掛けても沖まで持ってきた。鯉の背中に命中や。よしよし、ちょうど、あれ、ちょ
ごたんかな、ああ、フィッシュフィッシュ、やっぱし。あれ、チゴタンかなとか言ってた。あ、ちっちゃいわ。この並びはちっちゃい。おお、あーしゃー。でも、次の景色ぐらいから釣れるかなとか思ったところで、キャッターな。かっかっか。傷だらけ。あれの超えたバスを釣りたい。再度シャローエリアをチェックした下野だったが、やはりビッグバスの姿はなかった。そこで次に向かったのが、4月にバスを入れ食いさせたシャローの岬からさらに沖へ伸びた水中のハンプ。1ヶ月半前に下野はここでロングビルサスペンドミノーを使って3ポンド8オンスのグッドサイズをキャッチしている。ない釣れ方。ディープホールがこんなんやけどなとか思いながら巻いてたら、はい、これはキーパむずなつもりやったのにむずなつもりやったのに違うやつにむずでた落ちてた人にむずでた落ちてた人にむずでた。フックを一個損してしまった。よしよし、今度はフィッシュ。ああ抜けた。ああだだ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 、今度はフィッシュを持たな。今度はフィッシュの音だ。ねじれた、ここで。コン、今度はフィッシュの音だな。フィッシュ。ああ、やっちゃ。ブレークの上、あお、よし、ほら、こっち、やっと正体見たり、パウンドちょっとやろな、ブレークの上、ブレークの上。よしよし。ほほほ。よしよし。よしよしよし。よし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 。よしよしよし。おおおお。きききききき。おお。わあしょ。ほら。いいやつですよ。あだだ。フィッシュフィッシュ。うわフィッシュフィッシュはいいけど、目ん玉立ててもたかわいそうに、かわいそうに、ちょっとかわいそうすぎる。よいしょ、ほらあんなとこにいてっしゃだ、お前。よいしょ、あ
メリカの釣りやね。こんなとこクランク通してくんねえか。あ、そうか。しもった。調子乗ってまた。調子乗ってまた。あのカラーはあれ一色しかないんですよ。終わりました。クランクの、クランクの物語は、あ、浮いてきた、浮いてきた。帰っ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 てきたんだけど、浮いとんじゃ先に、その前に。その前に、やっぱりちゃんと釣りだな。その前に、浮いとるやつはどこにないんだ。4月にグッドサイズをキャッチしたポイントに加えて沖の立ち木エリアをチェックした下野だったが、やはりビッグバスの姿はなかった。そこで再びダム近くのワンドの出口付近へと向かった。あれね、全部投入は終わってちゃんと普通の位置に出て餌食いに上がってきやすいところにおる。ちゅうことはでかいやつを餌食わなあかんねんな。だから真冬にほらここの8メーター9メーターでね釣ってたんが、もう一つ上の3メーター3メーターのとこで、それが美味しい第一いうのは、秋と春の魚のついてるとこでよう似たもんな。この餌食う深さ、餌食う深さ、よいしょ、よいしょ、感じ。浅いとこにいる。浅いとこ。全く一緒やな。イルカバス、琵琶湖にもおるイルカバス。口がほらちょっとここが上唇がこんななってる。イルカバス、イルカ群です。今のは壁沿いフォーリングの途中に食いました。よし、これでかい。これはでかい。
これは、あ、ちゃうか、軽くなってきよった。岩の間入ってたんかな、ガッと思い切り行きよったのに。ああ、なんや。これはでかいものなのに。岩の間入っとって。太いけどな。これはでかいものなのに。ちょちょちょ。もう完璧バージョン、外がかり。外からがかった。これはでかい重たいけどな、今のということで。最初ほら、クランクで釣れたとこを丁寧にやってるだけで、だから釣れてる深さはみんな一緒やで。さっきの向こうの壁とかでな、落ち込みで食うてるやつ、あれのさけど、こう壁はこうなってるけど、深さは同じようなとこからポーンって出てるんちゃうかな。間違いないけど、このサイズですか。エサ食いに、うわあ、エサ食いに来とる。もうシャッドの泥だらけ。3メーターにいるのは間違いないけど、カッカッカ、でかいのは上がってきょうだいのかな。サンメーターフィッシュ、おいしょ、サンメーターフィッシュ、たかっ、ぽよ、でかいのが餌を食いに来てんのかな。でかいのが餌を食いに来てないのかな。でかいのが餌を食いに来てないのかな。よし、あ、ちょっとあれだけど、走るだけかな、走るだけかな。ちょっとちゃいますよ、ちょっとちゃいますけど、走るだけや、走るだけや、ちょっとちゃいますけど、うわー、ちょっとちゃいますけど、思うだけど、おー、いけ、あ、どこまで行くにゃ。ああ、引っかかったにゃ。引っかかったにゃ、橋の方だ。触った。もう出ました。何や。
期待外れ。スーッと出てコン入ったさかいに、おだわしたとき結構手応えあったんや。これはいったよ、な。3メーターに餌食いに上がってます。琵琶湖と一緒です。11時前です。やっぱり期待感がずっとあって、あの水面がバカ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 ってこうやってるところでボコーンって割れへんかなっていうで期待すんやから、単純に言うたら遊びやさけにその期待してんのが、おお出た、おらおらおらね、こうやって出へんかな出へんかな言うてるやつがほらほらこうやって出たら、おおこんなおもろいことあらへんもんね。よしよしよし、お、縦に加えてる。よしよし、お、ぐほー、ほら出た出た出た。まあ、一日やってて魚のすごい出る率の低い人、そういう人はね、こう動かし方に遊んだりね、これいろいろ遊べるんですよね。よいしょ、ほらちょっとちっちゃいかな、おーい。だから今みたいにね、連続的に動かしててね、ほらシュプって吸い寄るようなやつっていうのはね、別にほんとこれを合わさんでもいいんですよ。よしよしよし、ほら勝手に、だから竿先に重さが乗った時に、よいしょ、ほら竿先に重さ、おっとっとっと跳ね寄った、竿先に重さが乗った時にね、あと追い合わせしたらいいですね。よいしょ、ほら、よっしゃ、ほら、おいしょ、今のでも落ちて、例えばすぐ動かしても関係ないでしょ。例えば落ちてから波紋が出るのを待ってとかね、そんな七面倒くさいことせんでええんですよ。ほらほらほら、やっちゃおう。おー出た、おーほらほら、あ、でかいかもしれん、よし、あ、おおおお、
おもろいとこ引っかかったる。おもろいとこ引っかかったるね。あだだだだだだ。よいしょ。おもろいとこ引っかかったる。エンペソ。エンペソ君。何時間お前このエンペソ引いた。よいしょ。おっしゃー。まあこれはね、さっきトップで流してたエリア、そこをもう一度今度はねクランクベイト。このクランクベイトは潜る深さがねクランクベイトの種類で選べるから、だから自分がその日だいたい何メーターラインぐらいにバスが平均していてんやみたいなのを考えたら、その狙ってる深さに合うようになるわ。それで今クランクベイトを使ってるんですけど、このクランクベイトを使っててもね、こう底をきれいに取ってきて、今やってるようなこういう石のとこやったらね、だいたい潜り切ったなぁ思うとこで、そこが止めてあげて、そこでちょっとまたどれぐらい止めて待ってから巻き始めるとか、なんかバスが食うきっかけを与えてあげようとか、これも全くね見えへん世界やから、さっきからこのこれの先のここら辺で8ポンドぐらいのオスのバスがあっこもさやったけど浮いてたし、今も浮いてたわ。小1号ってバスやわ。ああれはなんだ、ルアーかな、ルアーが浮いてるのかな。ルアーが浮いてんやったらもうけ。今日は人が多いだけに、ほら同じ考え方で攻めおるやつがおる。やったー、ルアー1個もうけ。ビルダンスって書いてあるけど、フィッシュかー、岩にかかったの外れた時にキャッター。おちょ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 。おいしょ。ラインが。傷だらけ、ほら70センチぐらいかな、あたり今のちょっと取り損ね、ちょっと遅かった先に、ほなもう岩のとこへぐずるってずられて、ちょうどこうブレークのとこで向こう側にやってて、なんか外れてほしいなっていう感じ。だからもう水の中のイメージやからね、でここで当たるっていう、それも全部こうイメージやから、だいたいどの深さにバスがいてるみたいなんで、おお、よいしょ、うまいこと今のなんか飲み込んでくれよっただけよかったけど、当たった後にね、今のなんか岩の感触とどっちがどっちやろって言ってちょっと判断遅かったらもう終わりやもんね。だから岩の向こう側へこんだけ70センチほどこう擦れてしもた。だからちょうど今魚釣れたんがね、トップで出たとこと一緒やね。それのこう岬の落ちているとこ、今ボートをね6メーターに止めて、よし、あ、言ってるとこかな、6メーターに止めて4メーターに落としてって。だから今みたいに綺麗に落ちきった、おお、よし、今みたいに綺麗にその寝ろてる深さへ落ちきって、だからもう今完全にトップで出したとこの回したよね。ちょっとええサイズ、
おお。これなんかもう本当に軽く触ってるだけやもんね。よいしょ。あらら。ふう。ね、典型的なアフターのオスね、ほら。お腹ペコペコで、このね、出っ張り。で、尻尾が擦れてたやつが、ほら、回復して。ほんで、こいつらが、もう、バババババババこいつらが、そうだけに、タイミングで、こう、水面意識して、かかっていく。その確率の高いのを、うまいこと利用したら、トップで簡単に魚が出る。今日が朝トップで釣ったみたいに。ほら、やっぱりもう落としたとこや。なんぼなとおる。なんぼなといますせ。よし。ふうふう。ああ、でもちょっとワンテンポ遅かったんかな。ラインがまた岩に擦れてる。おい、岩に擦れたか擦れてへんとか。おお、飛んどる。で、簡単に釣れてしまうねんけどな。10フィートから釣れる。簡単に魚は釣れんねんけど、でかいのがゲン上げてきて、おぉ、おぉ、やっちゃー。でかいのがゲン上げ、言いながら、おいしょー。こう、尾根になってあると、こう、落としてきたら、触りよるけどな。よっしゃ。ラバージグに変えた途端や。で、あー、大したことないな、これも。あ、上がってきてない。あー、上がって、あー、どっか行けた。どっか行けた。バレよった。よいしょ。おー、よいしょ。ちょっとマシかな。ああ、おっしゃ、お、おお、ああ3メーターから、ああでもよお一気に。ちょっとマシか。ああ、そんだ。かー、ちょうど岩のあるとこで引っかかるか釣れるか、合わしても切れるか。よし、こんなこと。おらおらおら、同じラインにはちゃんとおる。よいしょ。こんなんとちゃうやんけ、今のは。ちきょう。君たちを相手にしてるんじゃねえぞ。よいしょ。あー、カンカンカン。よし。よし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 。
そんなでかない。ああバレた、でかない。ああちくしょい、8パウンドがサスペンドしたら変化が思ってんけどな。コンって綺麗に入ってんけどな。バレた。今の中糸持って走ったかったの。あ、まだかかっとるわ。バレた思ったら。おいとも出しとるって、ちびさん。よう走る、よう走る、よう走る。よいしょ、豆バスだ。ちここ。さっきプロブルーとちょっと選ぶの悩んでんけどな、どっちしようかなって。あ、割れた。追いかけてきて食うとる。え、バスがな、追いかけてきて食うとんね。あれやったらトップに出えや。あかん、ダムサイドに、ダムサイドにあります。あー、ビルに持ってかれた。下野の読み通り、スポーニングエリアの出口にあたる岬の先端付近にビッグバスはいた。しかし、わずかなパターンの違いから、下野のテキサスリグやラバージグにはヒットせず、ビル・クレイグがキャストしたソフトスティックベイトのノーシンカーリグに、9ポンド2オンスのビッグフィッシュがヒットしてしまった。その違いは、ビルの説明によると、アフタースポーニングからの回復途上で、まだ体力を取り戻しきっていないビッグバスが、クワイエットな釣り方、つまり静かにゆっくりと動くベイトだけにしか反応しないことがあり、そんなスローなビッグバスを釣るために有効な方法の一つがソフトスティックベイトのノーシンカーリグだったというわけだ。あれ、こわ、食うねなってな。あのビルの魚を見たらもうこんなのは豆だ。めちゃめちゃ贅沢な扱いをしてしまって、同じ深さに泳いどる。それはビルさんが証明してくれたし、もう数かけるしかないね。数かけ、数かけご飯。よいしょ。くわー、ちくしょう、でかいのはどこ行ってね、あんまり。くっ。たんちゃちゃちゃって。くんちくしょう。もうなんかバスが。触り方が手荒になってしまった。八郎方でもやってしまいそうや。謝っとこう。ラバージグで食うやつはあれな、2フィートぐらい上がったな。2メーター50ぐらいまで上がった。お、ちょっと太いけどスリーパウンド後半、ああボコ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 っていう、
スロープを。うわーばー。押すだ押すだ。お前とちゃうにゃ。お前とちゃうにゃ。飛んできた。よいしょ。ああ、待て。連チャンで気が抜けてんのかな。ラスト10分。よいしょ。ああ、まだバレた。3連覇素晴らしいですよ。いてんとこにはいてるんやけども、サイズが全部これだ俺の場合は。おやちゃん、今日の最後フィッシュかな。それで あと5分あるけどな。これはもうほら、エッサ食うて、これね、シャッドのうんこ。これ、琵琶湖で言うたら、アユ食うてるやつね。あれと同じうんこ。体力は回復してきてるし。私、今回、とりあえず、この湖でね、5月の釣り、こう、アフタースポーンのバスが、外へ出て、その体力回復して、そういう分、着き場をチェックしていって、結構ちゃんとバスの着き場見つけられたと思うんやけどね。ほんで、1日目、とりあえずそういう場所探しをして、ほんでパターン的に場所を見つけて、ほんで今日1日はね、もうでかいやつ釣りたいいう感じで、こう1日釣りまくってんけども、結局自分の狙ってた場所で、僕の友達のビルさんが9パウンド出してしまった。悔しいね。あそこ今日1日何回入り直した、絶対いてるよって思いながら、あそこは最低ね、5回は入り直した。でも結局自分の得意にしてる釣り方、絞り込んでいって得意にしてる釣り方が違うとかやってね。やっぱビルさんなんかは臨機応変に、脳進化で、ああいうスタッド系のやつ、あれはバスアサシンかな、で絵のを取らはったんですけども、まあ、僕は今回入れ食ったけども、でかいやつはなかった。よいしょ、あと3分。頑張ろう。こん。はい。ああ。くくくくく、あと2分だ。おお、やっぱ島のあたりはテール取られてる。あと2分しかないのに。あと2分しかないぞ。約束の時間にスロープへ帰らなあかんのに、あと2分しかないぞ。外れ、外れろ。お、外れた外れた。あと30秒。ラスト30秒で今バレてもだ。30秒、泣きの1回。よし、あー違う、あかん、泣きの1回だ。乗せられへんかった今の。今のは絶対触って、合わせたのに、もう一回まだラバジルを水の中につけとくいうのがこれ頭しろ。あ、ほんとその頭しいことをしたら引っかかって、あかん。